こんにちは、アラサー夫婦です。今回は配当金幸せすぎる2023年7月から9月配当金実績公開というテーマでお伝えしていきます。ご視聴者さんの中には、私も高配当株投資始めてみたいけど、実際みんなはどんな銘柄から配当金受け取っているのか気になる、新NISAに向けて勉強しておきたいっていう方も多いはずです。今回の動画は定期的に作っている配当金実績公開の動画です。2023年上半期では合計395,257円受け取ってきました。今回の動画では2023年の7月から9月にどんな銘柄からどれぐらい配当金を受け取ったのかご紹介していきます。合わせて最近買い増している銘柄もご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。アラサー夫婦の書籍が出ました。皆さん、たくさんのメッセージレビューありがとうございます。普段 YouTube では発信していない資産形成の内容もあるので、ぜひ読んでみてください。レビュー特典プレゼントもあるので、詳しくは概要欄をご覧ください。では本題に行きましょう。配当金実績は日本株、米国株それぞれ分けて見ていきます。まずは日本株から見ていきましょう。はじめに初心者の方もいらっしゃると思うので、簡単に日本株の配当金はどんな感じで振り込まれるかご紹介しておきます。もう知ってるよって方は目次から進んでください。こちらは配当金を受け取るともらえるお知らせですね。左上に銘柄名が記載されていますが、これはブリヂストンからもらった配当金のお知らせです。ここに配当単価と株数が記載されていて、こちらに配当金額とその横に所得税と地方税、いわゆる住民税ですね、記載されています。通常配当金には税金がかかります。所得税は 15.315%、住民税は 5%、これらが天引きされています。特定口座、源泉徴収割を選ばれている方多いと思いますが、これを選んでおけば税金がこのように天引きされるので、自分で確定申告する必要がありません。なので便利ですね。一方で現行のNISAや来年から始まる新NISAで高配当株を運用すれば、配当金は非課税になります。日本株の配当金には税金がかかりません。そしてこの受け取り金額が実際に証券口座に振り込まれる金額です。ではここから日本株の配当金実績見ていきましょう。7月から9月を見ていくんですが、実はこの7月、8月は日本株からの配当金はありませんでした。9月のみでしたね。日本の企業は配当金を支払う月がですね、だいたい3、6、9、12月。これに集中していますね。決算月の関係で、これらの月に集中していますね。9月に受け取った銘柄はこちらです。全部で7銘柄あります。一番金額が大きかったのは日本タバコ産業 JT ですね。7791円受け取りました。日本の高配当株代表銘柄ですね。タバコ銘柄は結構賛否両論分かれるとは思うんですけど、個人的には結構好きですね。配当金は188円を維持しており、利回りは 5.7% とかなり高利回りです。株価も3000円を超えてかなり上がっているんですけど、それでも利回り 5.7% あるのは魅力的ですね。タバコの値上げと為替の影響で業績も好調です。 JT は海外の売上比率が6割から7割程度あるので、円安の恩恵を受けていますね。加えて電子タバコのブルーム X が徐々に世界で展開されていてですね、今後の売上増加が期待されます。次にブリヂストンから2152円受け取りました。タイヤメーカー世界トップクラスの企業です。ブリヂストンはですね、最近なかなか株高っていうのもあって買い増せていないんですけど、今後もっと増やしていきたい銘柄の一つです。ブリヂストンは景気敏感株の中でも景気敏感な銘柄だなと個人的には思っています。結構下げるときは大きく下げるんですよね。なので普段はあまり株価とか見ていなくて、本当に暴落した局面とかでですね、がっつり下げたところで買い増していきたいなと考えています。ちょっと我慢していますね。次に花王、日用品のトップメーカーですね。1734円受け取りました。で、花王といえばですね、日本の連続増配ランキング日本1位で34年連続増配の予想となっているんですが、
実はですね、8月にこのような発表をしていてですね、構造改革費用として600億円計上するということで、業績予想を下方修正しています。営業利益は従来予想の1200億円から600億円、前年比 45.5% 減へ引き下げたということでですね、業績予想を見てみると結構しんどいですよね。コロナショック以降、利益率が結構下がっていたんですが、その中でですね、もうこの構造改革に踏み切ったっていうことで、これがうまくいくかどうかっていうのがかなり注目されますね。配当成功はもともと 80% とかなり高くなっていたんですが、今回の業績予想から配当成功を求めてみると、なんとですね、170% にかなり上がっていました。いくら買おうといえども、利益がこのまま上がらなかったらですね、連続増配は厳しくなると思うので、今後の業績に要注目ですね。そしてヤマハ発動機、こちらから637円受け取りました。ヤマハはですね、最近新規投資した銘柄の一つです。権利落ち前に新規投資しましたね。ヤマハ発動機といえば、バイクのイメージが強いかなと思います。ランドモビリティ事業という中に組み込まれていますね。他にもマリン事業をやっていて、ボートとかエンジンですね、船外機とかビーグルとかクルーザーとか、そういったマリン事業が結構伸びていてですね、売上自体はランドモビリティの方が大きいんですけど、利益率とか営業利益の金額自体で見るとマリン事業の方が大きいんですよね。確かに沖縄に来てよく船を見る機会が多いんですけど、やっぱりヤマハの船外機使っている方多いですね。ヤマハの特徴としては、日本国内の売上比率は 7.3% 程度で、90% 以上が海外なんですね。その中でもアジアが 40%、次に北米が 25% となっています。各指標を簡単に見ておくと、株価が現在3715円、時価総額は 1.24 兆円、PR が 6.9 倍。割安度を見る指標ですね。目安がだいたい15倍と言われているので、割安な銘柄となっています。ROE が 15.3%。これは稼ぐ力を表している指標ですね。これの目安が 10% 以上なので、これもしっかりクリアしています。自己資本比率は 45.9%。まずまずといった感じですね。そして配当利回りが 3.9% と、最近かなり上がってきました。配当成功は 24.2% と、まだまだ余力がありそうですね。EPS、一株当たり利益ですね。コロナショック時にはぐっと下がってしまったんですが、そこからはですね、急回復して、今順調に伸びています。配当金もコロナショック時にはですね、90円から60円と、30円ですね、結構大幅な減配はしてしまったんですけど、その後ですね、業績が回復した後はですね、コロナ前の水準よりも増配しているので、業績に連動しますね。やはり景気敏感なところはありますね。直近の決算で配当金の増配を発表したこともあってですね、株価は結構上がっていました。4000円を超えていた時もありましたね。ただ最近少しまた下がってきていて、利回りも 3.9%。直近3年間の平均値が 3.4%、5% ぐらいなので、今の 3.9% ぐらいの利回りでも全然いいんじゃないかなと思ってます。個人的には利回り 4% を一つの目安にして、また追加投資していこうと考えております。以上ですね、7月から9月、日本株は9月のみの配当金受け取りとなってしまいましたが、この7銘柄から受け取りました。日本の高配当株に関しては全部で40銘柄以上持っています。で、ちょっと前の動画にはなるんですけど、こちらの動画で運用実績すべて公開していますので、よければ合わせてご覧ください。以上で日本株からは合計 17,643 円受け取りました。7月から9月はあまり配当金を出す銘柄多く持っていないので、若干少なめの結果となってしまいました。これは仕方がないですね。分配月が偏ってしまうっていうのは、もう日本株ではどうしてもあると思って、受け入れています。日本の高配当株投資にチャレンジしてみたいっていう方へ、今なら特別なキャンペーンがあります。楽天証券の口座開設とクイズ回答で、なんと2000円相当の日本株が全員もらえます。しかもこれ、特定口座の口座開設でも対象なんです。他の金融機関でNISAしている方ももらえるのは嬉しいですよね。
で、こういった三菱 UFJ フィナンシャルグループや日本電信電話みたいな超人気の高配当銘柄ももらえる可能性があります。で、10月1日からはですね、国内株式の取引手数料が無料になったりと、まあ、楽天証券どんどんサービスが良くなってるんですよね。なので、まあ、まだですね、楽天証券持ってないよっていう方はぜひこの機会に作ってみてください。注意点として、このキャンペーンが概要欄にある限定リンクからしかもらえないのでご注意ください。ではここからですね、米国株の配当金実績見ていきましょう。米国株の場合は配当金、こんな感じの明細書が見れます。これは楽天証券のものですね。まず特定口座の場合だと、このように税金が省略されています。間、所得税、住民税省略されてるんですけど、実際には外国税と国内課税がかかっています。米国株の場合はまず米国で 10% 徴収されます。で、その後に国内課税 20.315% が徴収で、結果的には約 28% 税金で取られます。残りが 72%、 これが手取りになるわけですね。次に NISA の場合で見てみると、国内課税の所得税、住民税がゼロになっています。例えばですね、 NISA で配当金100万円受け取った場合、その配当金が全て日本株の配当金であれば100万円丸々もらえます。で、米国株の場合だと外国税 10% はかかってしまうんで、これ100万円あっても手取りは90万円になります。これ意外と知らない方いるのでご注意ください。NISA で米国株に投資すると、配当金にかかる国内課税はゼロだけど外国税は引かれます。この場合でも 90.37 ドル配当金もらってるんですけど、 9.04 ドルは税金で支払っています。で、ちなみに SBI 証券での配当金の確認方法、これ意外と難しくてですね、悩まれる方多いので、これ知りたいっていう方はインスタグラムの投稿でまとめているので、そちらも合わせてご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。ではここから配当金実績見ていきましょう。米国株はですね、7月、8月、9月それぞれ配当金受け取りました。7月はこの3銘柄から受け取りました。まずは PFFD ですね。これは優先証券を集めた ETF です。優先証券っていうのは株と債券の両方の性質を持つような、そんな金融商品で、まあ、利回りが高いっていうのが特徴ですね。現在は利回り 7% ほどあります。で、なおかつ毎月配当の銘柄です。これ一つ持つだけで毎月配当金を受け取ります。現在 PFFD からはだいたい18ドルぐらいをですね、毎月安定して受け取れています。で、現在 PFFD ですね、かなり株価下がっています。10月6日時点で17ドル84セントつけています。これはですね、コロナショック時よりもですね、下げているんですよね。債券の特徴があるので、普段は値動きほとんどないんですけど、今みたいに金利が上がっている局面では下がりやすいです。景気率も 0.23% と、まあ、QILD とかそういった銘柄よりは低いですし、それで利回り 7% 毎月配当をもらえる。そして今後金利が下がっていけばですね、おそらく株価も上がってくると思われるので、まあ、結構投資妙味があるんじゃないかなと個人的には思っています。PFFD についてはこの動画で詳しく解説しているので、よければご覧ください。残り2つがメインストリートキャピタルとエイリスキャピタルですね。これはどちらも BDC 銘柄となります。まあ、銀行から融資を受けられないような、まあ、中小企業を支援する、まあ、そんな企業のことを BDC 銘柄と言います。で、これはですね、かなり超高配当な銘柄として、まあ、高配当株好きには人気でですね、利回りが 7% から 9% ほどあります。エイリスキャピタルは3ヶ月に1回、メインストリートキャピタルは毎月配当金がもらえます。超高配当なだけあってですね、まあ、金融危機とかそういった時には大きく下げるので、まあ、少額のみ、まあ、私はコロナショック時に投資をしました。で、ただですね、現在日本の主要証券会社ではこれら取り扱いがないんですよね。もし復活したらまた日本の投資家からも人気が出るんじゃないかなと思います。次に8月です。4銘柄から受け取りました。まあ、先ほどの PFFD とメインストリートキャピタルに加えて BTI ブリティッシュアメリカンタバコですね、52ドル91セント受け取りました。まあ、イギリスのタバコ会社で利回りは現在 8% を超えています。かなり高配当ですね。
ポンドベースで言えば20年以上連続増配を続けている企業です。株価もですね、だいたい30ドルから35ドルぐらいを、まあ、最近はよく推移していたんですけど、10月6日時点では30ドル50セントまで下がっています。こちらもコロナショック時と同じぐらいの水準になっています。 BTI は ADR 銘柄の中でも人気です。というのもですね、イギリスの場合は配当金にかかる税率がゼロなんですよね。なのでNISAで BTI を保有すれば配当金には税金が全くかからなくなるんですよね。しかも高配当ですから魅力的ですよね。そして999から4ドルほど受け取りました。こちらはナスダック100に連動する ETF ですね。利回りは 1% 以下で、もう 0. 何パーセント台ですね。なので分配金の利回りは全然高くないです。これも9株だけコロナショック時にお試しで購入したものを、まあ、ずっと保有しています。で最後に9月分ですね。こちらは9銘柄から受け取りました。見ていただいたらわかるように HDV や SPYD、VYM、VIG、高配当株 ETF をメインに運用しています。まあ、この理由としては、まあ、とにかく楽っていうのと、まあ、低コストで簡単に分散ができるからですね。結構個別株でそれぞれ保有している方も多いと思うんですけど、まあ、僕は結構 ETF メインで運用しちゃってる感じがあります。一番多く受け取ったのが HDV で359株保有していて294ドル74セント受け取りましたね。で次に SPYD が749株保有していて253ドル、そして VYM が179ドル、VIG が37ドルと続いています。9月は HDV、まあ、前年同期比で減配はしてしまったんですけど、まあ、分配金額自体は1ドル以上あったのでですね、まあ、割と大きい金額受け取れました。で、SPYD、VYM、VIG に関してもしっかり前年同期比で増配をしてくれたので、まあ、比較的多く分配金を受け取れた月となりました。運用額自体は HDV、VYM、SPYD は今ほぼ同じぐらいの比率になっていますね。まあ、今後はもう少し VYM と HDV、まあ、VIG あたりを増やしていきたいとは、まあ、思っております。ここ最近ですね、特にこの数日の間にですね、株価結構下げています。年初来でもう最安水準まで下げていますね。VYM は現在101ドル31セントですが、一時期は100ドル切っていましたね。で、HDV も96ドル、SPYD も34ドル台とかなり下げています。SPYD に関しては年初来でマイナス 14% ですからね。ただまだまだ全然底値っていう感じはなんかしないですよね。まだまだ恐怖が足りない感じがします。まあそれでも少しずつ買い増していっていい水準なのかなとは個人的には思っています。高配当株 ETF に関しては3ヶ月に一度ですね、分配金情報の動画と合わせて、まあ、基本情報や構成銘柄などご紹介しているので、こちらもぜひチェックしてみてください。次にですね、S&P500 に連動する VOO と全米株式の VTI、これらも少額ではありますが、分配金もらいました。まあ、王道のインデックスファンドに関しては、まあ、基本的に ETF ではなく、投資信託メインで運用していますね。ティッカーシンボル UNH、ユナイテッドヘルスグループですね。これは米国最大の医療保険会社です。ETF の VIG の上位に組み込まれている銘柄です。株価が500ドルするので、まだ2株しか持っておらずですね。配当金も3ドルちょっととなっています。で、利回り自体はですね、まあ、1.5% ほどと、まあ、全然高配当ではないんですよね。ただですね、増配率見てみると、直近5年でですね、16.7%、直近10年では 22% もあるんですよね。あの VYM でも 6%、7% ぐらいですから、まあ、かなり驚異的な増配率なんですよね。なおかつ配当金も連続増配を続けているので、なのでこのまま長期保有してですね、まあ、将来の高配当株価を期待したいと思っています。で、また大きく下がる局面あれば、まあ、こちらも買い増していきたいと思っています。以上ですね、米国株7月から9月に受け取った合計金額が954ドル58セントとなりました。これ日本円に換算すると14万2232円となりました。で、日本株、米国株合わせた合計金額が15万9875円となりました。3ヶ月で約16万円ほどいただけました。もうやっぱり嬉しいですよね。
なんか16万円っていうと、なんか金額自体はなんかこう働いたり、まあアルバイトでも稼げそうな金額ですけど、これ不労所得ですからね。これ全く働かずに、まあ、これだけの金額が3ヶ月でもらえるっていうのは、やっぱりすごいなーって、配当金魅力あるなーって今でも思います。で、こちらがですね、これまで受け取ってきた累積の配当金額の推移になるんですけど、配当金を実際に受け取り出したのが2020年の6月なので、まあ、3年ちょっと経ちました。で、これまでの合計金額がこちら。173万6820円です。これは税引き後の利益ですね。最近ですね、株価下がったり、まあ、先行きが不透明な感じしますが、まあ、それでもこれだけですね、173万円はもう確定して利益として得られている。これはやっぱり拠り所になりますよね。どうしても投資をしているとですね、日々数字が変わったり、まあ、もちろん状況も変わりますよね。そんな世界の中で、こうやってもう変わらない、もう確定したものがあるっていうのは、精神的にも大きな支えになると、やっぱり感じますね。これが年間、まあ、月ごとの配当金の推移ですね。まあ、基本的にはどの月もですね、受け取った配当金は前年を上回っています。これ見てもわかる通り、まあ、株数を増やしていけばですね、まあ、着実に受け取れる配当金が増えていくっていうのも、まあ、高配当株の魅力ですよね。2020年は13万5000円、2021年は37万1000円、そして2022年は67万円もらえました。2023年、ここまでで55万5132円受け取れています。すでにもう2021年の金額は超えています。で、おそらくですね、残り3ヶ月で、まあ、大きな減配がなければですね、まあ、昨年もしっかり超えていけるかなと。おそらく70万円は超えると予想しています。配当金がどれぐらいもらえそうかっていう算段がつけられるのもいいですよね。現状の配当金は年間で113万円ですね。受け取れる予定です。取得額に対する利回りは 5.32%。配当金税引き後にすると大体約85万円ぐらいですね。月換算で毎月7万円受け取れることになります。7万円あればですね、我が家の家賃、駐車場代、光熱費、通信費、日用品、まあ、これらはですね、十分賄える金額です。私たち家賃がめちゃめちゃ安いんで、もう配当金があればですね、もうホームレスにならなくて済むという安心感もあります。配当金の比率としては、まあ、大体米国株に日本株1ぐらいの比率ですね。で、米国株に関してはご紹介した通り ETF メインで運用していて、日本株は個別株、まあ、現在46銘柄ほどですね、運用しています。で、投資元本に関しては2120万円ほど、現在もう少しあるかもしれないですね。ちょっと追加投資した分は加味できてないんですけど、まあ、それでも現在評価額が2900万円ぐらいに上がっています。結構高配当株投資はこう資産拡大に向いていないとか、こう税金の分だけ非効率って言われがちなんですけど、まあそういった面もちろんあるとは思うんですけどね。まあ僕のこの3年半ぐらいのですね、体験で言えば、まあ十分高配当株でも資産拡大は可能だなというふうに感じています。で、3ヶ月に一度ですね、まあこのように配当金をまとめていたりですね、まあ日々情報発信している中でも思うことなんですけど、まあ高配当株投資は、まあ、本当に再現性の高い投資方法だなと思います。これ何回もですね、YouTube の中でも発信してきてるんですけど、まあ本当にそう思いますね。もうなんか富裕層がする投資方法みたいなね、最初は思いましたけど、まあこんな庶民の私たちでもですね、いや、もともと庶民以下の私たちでも配当金はもらえましたから。よく配当金ってこう不労所得っていう風にね、不労所得最高みたいな感じでこう表現されるじゃないですか。で、あれってなんか怪しく感じませんか？不労所得ってなんか詐欺みたいに聞こえちゃいますよね。なんで不労所得の配当金ほんまにもらえるんかなっていうね、最初若干こう怪しく思って始めたんですけど、やり続けていくとこう、あ、ほんまに配当金ってもらえるんやっていう風にね、こう実感できるようになって、こうのめり込んでいきました。で、やったことっていうのは本当にシンプルで、まあ、コツコツ高配当株を買うだけですね。これで売り時をこう見極めないといけないってなってしまうと結構大変だと思うんですけど、まあ、基本的には優良銘柄一度買ったら長期保有で OK なので、まあ、それも楽で続けやすいですよね。なんでみんなにもできるっていうふうにおすすめしやすいです。
で実際にですね、こう超初心者向けに作った、まあ、高配当株の始め方マニュアルですね、こちらを無料配布しているんですけど、これ受け取った方ですね、本当に実際に配当金皆さん受け取り出してるんですよね。 VYM から配当金もらいましたとかね、そういったメッセージたくさんいただいてます。でこの動画を見ている方の中にも、まだ高配当株買ったことない、一歩踏み出せてないっていう方いらっしゃると思うんですよね。そういった方向けに、この資料の中では高配当株投資のメリットデメリットや、実際の画面を使って日本株米国株の買い方も解説しています。もしご希望の方はインスタグラムからメッセージをください。今回は2023年7月から9月の配当金実績を公開してきました。今後も3ヶ月に一度のペースでこういった動画作ろうと考えていますので、引き続き楽しんでもらえたら嬉しいです。皆さん一緒に配当金増やしていきましょう。最後に特別レポートのご紹介です。今ならNISAで買いたい米国株配当を激戦3銘柄を無料で教えてもらえます。すでに10万人以上の方に読まれている人気レポートなので、ぜひゲットしてみてください。メールアドレスを入力するだけなので超簡単に受け取れますよ。ただ銘柄を教えてもらえるだけではなく、日本人が知らないダブル複利や老後に必要な収入の作り方、これを具体的なシミュレーション付きで丁寧に解説してくれています。高配当株投資するなら知っておきたい有益な内容なので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。